今回はね、これはポンティアックファイヤーバードとして GM のスペシャルティーカーヒボディが70年以来10年ぶりの別注年モデルにチェンジし、ポンティアック版のファイヤーバードは新鮮なスタイルの新型インクをした。70年代後半に人気が出て、コーベットともに CFE の燃費規制に対応する副消化の実現が遅れていたが、一方、一前輪機動の導入も検討されながら、ヨーロッパのスポーティーカーに揃い、RWD のままダウンサイズが行われた。RWD は結局93年に新型でも継続することとなり、ホイールベースが尺が13メートル、全長が210メートル、全幅が25メートル小さくなり、200キログラム以上軽量化された。その結果、最大の困難である燃費、寛大である燃費の改善を施したかったが、スペシャルティーカーのユーザーにとって自由の走行性能の方も、旧式の設計が古かったこともあって、大幅に向上した。アメリカ車全体の流れに従ったことであるが、従来のアルケゼンハンドリングなどの合致は支持され、初めてヨーロッパ車並みに洗脳されたアメリカンスポーティーカーとの接戦。スターリングは旧来のイメージを残しながら中身にふさわしくスマートで新しくなった。従来同様、姉妹車のカメラとは、基本ボディシェルを強調しながら全く印象の違うマスクを与えられ、ファイヤーバードはミラー的にイメージを強調し、両側のボディはカメラにも空洞特性に優れた。メカニズムの従来は RW を打ちながらサスペンションは全く新しく、前が高さを選択するため、コイルを薄く設計としたストラットで、ギアはこれるままながらリーフをやめてコイルを使用。トレーニングアブとパナルロットのトロックアーマーを組み合わせたものだった。エンジンを通り仙台に見ないのもさらに小型化され、X カーと同じ直用 SOC の 2.5 リッターと 2.5 リッター、2.8 リッター V 力を積むようになった。しかし、アメリカン GT で無パク直営で5リッター V 型車はフレコを知られることに生き残り、持ち味の公開車なんとか残した。その他に細かいところでは、良好のテールゲートの相方を使っている機構とも渡して、デッキのパタリ部分まで開く輸入クレバーと。クレーターベース、ラクジャリー SE、トランゼムの3種類になった。V 型の5リッターはトランゼム以外は4バラブキャベル対象で115km まで、83年5台 4台 AT が選択可能になった。86年フロントバー量改善、86年デイズナップがマネを変更し、トランゼム以外はラリーフィールドチャレンジサスペンションのオプションが加わった。87年には SE が落ち、フォーミュラーが復活。やがり復活した 5.7 リッターがオプションに移り、直用を落とされ、88年フォーミュラーにストラットルボディインジェクション TB1 の5リッター V 型が加わった。89年前年 GTA のみだったバスキー盗難防止システムが全モデルに照準となった。これはコーベットで 40% の盗難防止を推薦したものとして説明されていた。91年コンバーティブルを導入したフロントバスクを改善したが、その後93年フルモデルチェンジを生産台数は当初10万台を超えていて、多少落としながらも先代同様長く生産が続いていたが、80年代初頭全ての GM 社の FW が推薦プロジェクトの GM80 が、86年11月に、中止されたんですね。それから RWD に高シャーシーのマボブディを申請することが決定されたという、経緯があったということで、これが1982年から92年まで、全て発売されています。結構長いことね、販売されています。で、日本でもこれ買いました。日本でも確かこれ買えて、日本での価格ですと、637万円、423万円から、637万円で、日本円で買うことができました。結構、高いね、車でございますけども、なかなかこのファイヤーバード、トランザム、私もこれ結構好きな車ではあるんですが、こういうね、形とか、トランザ、ターボって書いてあるのか、ターボって書いてあるところとかね、こういうところがなかなかいいなというふうに思います。で、これはちょっとドアが硬くて、ちょっと開けにくくてね、申し訳ないんですが、ちょっとこれ開かないんだね。ちょっと今は、開かなくて申し訳ないんですが、これのね、メーカーの、ものになります。ちょっとね、ホイールがちょっと この部分ちょっと1個なくなっておりますけども、なかなかの良い感じで、こうやって中のデザインなんかもね、非常によくできていて、結構な、アメ車っていう感じが、全体的になって、これはいい車だなというふうに、思うことです。どうもありがとうございました。